くれましたメンバーの皆さんに、ね、それぞれお話聞いてみたいと思います。まずは一人ずつ、ね、声聞いていきたいと思います。自己紹介、じゃあマイク回してお願いします。会場の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私たちはプロバスケットボールチーム岩手ビッグブルーズを全力全速で応援しているダンスチームブルーズダンサーズです。本日はよろしくお願いします。今シーズン12名で活動しておりますが、今日はこの5名でパフォーマンスさせていただきたいと思います。それではメンバーの自己紹介をさせていただきます。ブルーズダンサーズ4年目リーダーのあすみです。よろしくお願いします。はい、私は今年でクラスターカップ出演の3回目になるんですけれども、先ほど間近で馬を見てとってもかっこよくて迫力がありました。今日は一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。今シーズンからブルーズダンサーズのメンバーになりました、ルーキーのマリナです。マリナちゃん私は見ての通り一番背が低いのですが、誰にも負けない全力のパワーで頑張っていきたいと思います。ポニーテールもポイントです。皆さんぜひ覚えてください。よろしくお願いします。マリナちゃん皆さんこんにちは、ルーキーのチーラです。私は4月からブルーズダンサーズとして活動させていただいているんですが、今日がイベントデビューとなりました。ありがとうございます。おじさんよろしくの人先ほどまで雨が降っていてとても心配だったんですけれども、無事晴れて私も素敵なデビューになりました。ありがとうございます。早く皆さんに顔と名前を覚えていただけるように、これからも一生懸命笑顔で頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ブルーズダンサーズ2年目になりました、ユミカです。ユミカということで、昨シーズンよりもさらにパワーアップしたパフォーマンスを披露できるように、一生懸命笑顔で元気に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そして私たち岩手ビッグブルーズのホーム開幕戦は10月10、11日に花巻市総合体育館にて開催されます。皆さんぜひ会場に足を運んでいただいて、私たちと一緒に岩手ビッグブルーズを応援しましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、今シーズンもサブリーダーを務めさせていただきます、高見市出身のルイです。今日はよろしくお願いします。皆さんこの後第8レース岩手ビッグブルーズ賞となっておりますが、どの馬に投票かけるかはもうお決めになられましたか。予想が当たることを祈っております。先ほどですね、私たち中の方で、来シーズン、来年ですね、来年の10月から始まります新リーグに向けてブースターを1万人に増やそうというプロジェクトを行っておりまして、そちらの会員募集のお知らせをさせていただきました。岩手ビッグブルーズはですね、岩手県を盛り上げるためにも頑張っていきたいと思いますので、ぜひこちらにいらっしゃる皆様が ご協力の方していただけると嬉しいですので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや本当にね、会員ね1万人にならないとね、一部がちょっと厳しいみたいなねところも今ありますので、ぜひ皆さんの力でね、ビッグブルーズを一部にしましょう。よろしくお願いします。今日はね、アトリウムの方で今ね会員募集をしております。今日ね入会できますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、ここでですね、そばっちとシワマルくんにも登場してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらですね、2人に来てくれたんですけれども、あ、でかかったね、どうぞどうぞ。はい、キブキョ岩手国体冬季大会がですね、来年1月陸上水泳競技などを行う本大会と全国障害者スポーツ大会である岩手大会、来年10月の開催となっております。ということで皆さん、ワンコダンスというダンスを知っているでしょうか。このね、ワンコダンスはですね、両大会を盛り上げる公式ダンスとなっております。今日はですね、ブルーズダンサーズの皆さんとそばっちとシワマロでですね、ワンコダンスを披露してくれるということです。ダンス知ってるっていう人、はい、はい、知ってる人はぜひ一緒に踊ってください。よろしくお願いいたします。それではブルーズダンサーズの皆さん、そしてそばっち、シワマロくん、準備はいいですか。大丈夫かな。はい、レタスも一緒に踊ってくださいね。キャベツですって言ってますけども、はい、それでは行きましょう。ミュージック。